つーか、電車で移動する怪盗ってよ、普通の下校風景じゃんか。電車が一番早いでしょ？ペット乗せても大丈夫だしね。おいこら、誰がペットやねん。ちょ、会話に入ってくんな。ペット運賃払ってねえんだよ。我が輩がお前らを連れてやってんだ。ご主人様と呼べ。あ、猫さんだ。やば。お兄ちゃんのペット？にゃーにゃー鳴いてた。ぬいぐるみだ、気のせいだ、ただの生ものだ。ぬいぐるみだ。そうそう、ただのおもちゃだって。押すと声が出るの。そうそう。だってよ、押してやれよ。冗談じゃな。にゃ、にゃー。優しく押そう、強く押そう、連打だ、連打だ。ちょっと出た。マジかよ。まもなく渋谷、渋谷。お出口は左側に変わります。あ、私たち降りなくちゃ。それじゃあまたね、バイバイ。うん、バイバイ。んで、何線に乗り換えだ？住所によるとあんま近い駅ないんだよね。あえて言うなら最寄り駅はここ。はあ？あと全部歩きかよ。電車の次は歩きってどんな回答だよ。いちいち文句垂れるな。あばら屋って言ってもこんな都心に住むなんて、さすが有名芸術家だよね。駅前広場に出てセントラル街の方に行くのが早いみたい。行ってみよう。そう、ということで、とりあえずはセントラル街を目指して行けば問題ないかなと思うんで、行きますか。ねえねえ、マジでこの先家なんてあったっけ？セントラル街の先にある住宅街みたいだよ。よし、行きましょう。鴨志田卓、元オリンピック選手、囚人学園教師。自首の動機は両親の呵責ね。人の心はそう変わらん、まして性癖など、まさかな。囚人学園、念のため探らせておくか。もしかしてあれ？住所も合ってるけど、表札はまだらめってなってる。チャイム押してみろよ。私？押したら壁倒れたりしないよね？たらいが落ちてくるかもしれないぜ。どちら様でしょうか？先生なら今は。高巻ですけど。すぐ行くよ。人住めるんだここ。高巻さん、お前らもか。チーズ。悪いけどモデルの話じゃねえんだ。聞きてえことがあってよ。マダラメが盗作してるってマジ？虐待もなんだろ？正気か？ネットに出てんだよこれ。くだらない。
盗作もありえないが、虐待だと。虐待するほど子供が嫌いなら住み込みの弟子なんて取るものか。それに今は住み込みの門下は俺一人。俺がないと言うんだから疑う余地はない。お前が嘘ついてっかもしんねえだろ。それはくだらない。身寄りのない俺を引き取ってここまで育ててくれたのは先生だ。恩人をこれ以上愚弄する気なら許さん。本当にそうなの？龍介、どうしたんだ大声を出して。こいつらが根も葉もない先生の噂を。許してやりなさい。悪い噂を耳にして彼女のことを心配してきたんだろう。はい。まあこの偏屈な年寄りが万人に好かれているとは自分でも思わんさ。そんな。横から出しゃばってすまなかったね。けどご近所の手前もある。ほどほどに頼めるかね。それじゃ失礼。綺麗だったな。すまん。そうだ、あの絵を見れば先生を信じてもらえるかもしれない。先生の処女作であり代表作、さゆりだ。さゆり？俺が画家を志すきっかけをくれた絵なんだ。綺麗。芸術わかんねえけどこれすげえのはわかる。高牧さんを初めて見たときこの絵を見たのと同じ感動があった。私、俺はこんな美を追求したい。君を描くこともその一環だと思ってる。どうかモデルの話よろしく頼む。せっかく訪ねてもらったんだが今日はこれから先生の手伝いなんだ。また日を改めて。それじゃ。なんかいいやつじゃね、二人とも。メメントスで聞いたマダラメは別人なのかもね。せっかく大物見っけたと思ったのによ。異世界ナビはどうなってる？おい、これナビ。さっきの会話を拾ってたの？この表示、マダラメ先生にもパレスがってことだよね。なんで？マダラメと盗作にアバラヤか。こいつがキーワードみたいだ。つかこれマジで何なんだ。本当にあんな爺さんにもパレスがあんのか。入るには最低限本人の名前と場所が分かればいいんだったな。あとはマダラメがこのアバラヤを何と勘違いしてるかだ。それ鴨志田の学校が城的な？そういうこと。当てずっぽうでもいいからなんか言ってこうぜ。急に言われてもよ。とりあえず城とか。候補が見つかりません。じゃあ牢獄は？ああ、めんどくせえ。刑務所、倉庫、それと教育指導室、ついでに牧場。候補が見つかりません。かすりもしねえ。出直すか。画家に関係する建物か。素直に考えると何だろう。さあ、ということで専門学校画材や美術館。石って、これ！おい、いつの間に開始したんだ？びっくりしただろう。偶然当たり引いたんだからしょうがねえだろ。もし我が輩が気づかずに歩いてって、また敵に捕まったらどうすんだよ。二本足で歩いた時点で分かれよ。
モルガナでもこっち入ったこと気づかないことがあるってこと？認知の歪みが少ないところだと姿くらいしか変わらないこともあるしな。つか、あれアバラヤが美術館？マジ？行ってみよう。すごい豪華っていうか趣味が美術館なんだよね。これがマダラメの。パレスは欲に駆られた妄想の景色だ。鴨下のパレスが城だったようにな。マダラメ先生って現実の美術館にも絵は飾られてるよね。個展も大人気だったし尊敬もされてるし、そんな人がわざわざ美術館を妄想する？言われてみりゃ盗作や虐待とも関係ねえよな。少し入ってみようぜ。ここで頭ひねってても仕方ないだな。つかよ、怪盗に美術館って定番じゃね？確かにな、罠も定番だ。確かに。さすがはジョーカー、我が輩と同じ気持ちだぜ。しかしすげえ人だかり。よし、それじゃあ探索開始だ。まさかあの行列に並ぶのか。はあ、行くとするか。足場になるものを探すと。何？まああれのことですね。サードアイで一発なんで、この辺は問題ないかなと。よーし、行きましょう。あのボロッチーがこれか。キンキラすぎて悪趣味だぜ。よし、行きましょう。あえてこっち。素材も取れそうだったら取っていくか。よし、でこっちかな。ロープを用意してある。さすが、行きましょう。怪しいな。静かだな、不気味なくらい。ねえ、これなんか動いてるけど。これはパレスの有様は主の心の有様だ。絵は調べておいた方がいいかも。もう絵も大事だけど素材も大事なんで。さあ見ていきましょう。ん？説明書いてあんな。名前と年齢？なんだこりゃ。絵のタイトルじゃないよね。
わ。くっそ。なるほど。なあ、あのさ、なあ、よし先行っちゃうか。ねえ、やっぱおかしいよ。マダラメ先生って作風が多彩なことで有名なのに、飾られてるのは同じような人物画ばっかり。古典の時とはまるで。ちょっと待った、こいつメメントスにいたやつじゃねえか。マダラメのことを話してた。中野原夏彦だ。プレートに名前が書かれてる。いやいや、なんであいつが書かれた絵がここにあんだよ。つかこのプレートは書かれてるやつの名前だったのか。普通はタイトルとか作者の名前を書くものだよね。やつの絵がある理由も謎だな。よし、もっと先も調べてみようぜ。さあ、中野原さんのね、おい、これ絵がありますよね。ねえ、なあなあ、結構ね、察しのいい方だとね、この時点でなんとなくそういうことなんじゃないかっていうのはあるのかなとは思うんですが、これってあ、そういうことですよね。この絵、あいつじゃねえの。北川雄介って書かれてる。間違いないだろう。え、ならひょっとしてここにある絵って全部美術館の客たちだ。マダラメの弟子たちだ。よく描けている。うん、そうだよね。マジか、この人数全部か。前に屋敷に行った時は弟子というか弟子だった連中だろう。最後の一人を除いてな。前の中野原ってやつの剣といい、なんとなく見えてきたぜ。よし、もう少し奥を調べてみよう。確信が欲しい。よし、ちょっとこれはできないか。ちょっとではね、先に進んでいきましょう。何かの冊子が置かれている。ん、何か見つけたのか。さあ、マップですね。とりあえず開けましょう。わら人形。のんびりガムもね、そういえば見てなかったですよね。感電状態を直すやつか。おー、普通に強いね。作ってあるんだね。お、どうぞ。うん、いや、この宝箱開ける時のリュウジが来た場合のね、カウカウさんのあれに近い何かを感じますよね。おー、だいぶ上がるね。いいね。
なあ、こいつは。これ見ろ、無限の泉。彼らはマダラメ艦長様が私費を投じて作り上げた作品群である。彼らは自身のあらゆる着想とイマジネーションを生涯艦長様に捧げ続けなければならない。それが叶わぬ者に生きる価値なし。ねえ、これ多分盗作のことだよね。くっそ、とんだ食わせじじいだあの野郎。弟子は俺のものってとこか。本多才のある弟子の着想を生活を保証する代わりに盗んでるんだ。弟子は俺のものってとこか。本当ならまともな絵描きですらないぜ。画才のある弟子の着想を生活を保証する代わりに盗んでるんだ。まさかと思ったが、たくさん飾ってある人物が、やっぱりあれが認知症の弟子なんだろう。生きる価値なしと来てるぜ。これ多分虐待のことじゃねえの。マダラメ様の役に立つうちは置いてやるけど、ダメになったら。まるで奴隷や道具じゃない。なんでユウスケは黙ってんだ。かばう理由ねえだろ。引き取ってくれた恩人だって言ってたよね。だからってよ。個展の時にね、飾ってあった絵を私が褒めたの。けど北川君様子が変だった。もしかしたらあの絵も盗作。どうするよ、これもマダラメがターゲットでいいだろ。やろう、まだ不安だ。みんなの意見は？まずはユウスケに事実を確認すべきだな。そうだね。んだよ確認って。実際に悪事があったのかどうか裏取っといた方がいいってことだよ。めんどくせえ。それにマダラメのことまだ知らなすぎるだろう。うん、そうだね。私北川君に連絡してみるね。モデルの話受ければ真相聞けるかもしれないし。え、やんの？もちろんみんなも来てよ。一人じゃ怖いし。偉い画家の先生か。鴨志田より手強いかもしれねえ。まあユウスケから裏取れるまでは準備だな。怪盗団としての初陣だ。絶対成功させんぞ。ユウスケが真実を語らない理由か。恩人だったら何でも許せるもんなのかな。なんかよくわかんなくなってきた。ということで届きましたね。まあ状態上系ですかね。で今日は寝る感じかな。よし、では寝ましょう。さてと。おやすー。ごめん、俺だけど。マダラメ許せないの変わらないけど、アンに言われてあれと思ったっつうか、
俺らがやろうとしてることって北側にとっておせっかいなのかな。そんなことない、おせっかいだ、わからない。そうだよな、つか俺嫌なんだよ。考えただけでイライラする。悪くない奴が我慢させられてクソな大人が普通にしてんの、これって変かな。間違っていない、悪い奴は倒そう、わからない。ありがとう、つか俺が電話したこと兄には内緒な。マジで、じゃあまた明日な。オッケー、明日言っとく。5月の17日です。さっき北川君にモデルのことを連絡したよ。今返事待ち。絵のモデルって何すればいいの？自然体で何もしない。さあ、自然体でそれって意外と難しいよね。ね、返事来たよ。今日の放課後来てほしいって。そりゃ願ったりだ。最速で予定に入れやがったな、あいつ。パレスで見たこと本当かどうか北川君に確認しないと。おい、静かにしろ。例の生徒会長だ。三島が捕まってんのか。見つかったら面倒だな。向こうからバラバラに帰ろうぜ。オッケー、また後でね。いよいよでかい仕事だな。まだらめの尻尾掴んでやろうぜ。てかアンのやつおっせえな。ごめん、考え事してたらいつの間にか時間過ぎちゃってて。考え事？北川くんってさ、明らかにマダラメのことかばってるよね。一緒に住んでるんならマダラメの本性知っててもおかしくないのに。知っててかばってるんだとしたらマダラメになんか弱み握られてるとか。まあ様子は確かにおかしいよな。つうかこれからそれを調べんだろ。大丈夫なのかモデル。まあ一応準備してたけど。準備？どっか変わってる？なんか違う、いつも通り。前髪切った。おお、お前よく気がつくな。切ってないから。そうか。まあ行こうぜ。行きましょう。北川から話聞かねえと。モデル引き受けたら北川くんかなり喜んでくれてた。絵を描いてもらって場が和んできたらマダラメの話を出す感じで行こう。高牧さんだけだと思ってたんだがな。二人っきりだと緊張しない？監視だよ、お前が変態なことしねえように。妙な勘ぐりはやめてくれ。彼女に異性としての興味は一切ない。え？何か問題でも？うん、別に。じゃあ始めよう。北川くん？呼んでんぞ。ダメだね。予定と違うぞ。油断させてとっとと事情言わすはずだろ。こんなんなるってわかるかよ。
まで待つしかねえな。マジめんどくせえ。我が輩、部屋の外に出てみようかな。ふん、誰に言ってる。暇すぎるからな。ちょっと偵察でもしてこよう。妙に派手な襖だな。それにあれ鍵か。襖にごつい鍵、何が入ってるんだ。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。